では、やっていきましょう。スキル1、3体確認していきます。クレラいただきました。あと確率ちょっと見ましょうか。一応確率だけ確認します。あ、全部統一やわ。全部統一でした。クレラさんからいきたいと思います。フルアイテムでやっていきたいと思います。あ、登録ありがとうございます。ぜひね、皆さん登録お願いします。年内10、あ、そうか、これ繋がる。繋がってます。これスキル発動数なんて書いてあった？これバグってない？光ってるのに繋がんない。なんかさ、これ光ってるじゃん。いや、あんだけ繋いでもさ、いやー、ちょっとこれ前積む先生してるんかな。ワンチャン前積む先生してる。これ光ってるだけ。あ、前積む先生してますね。これあー、前積む生成してるわ。前積む生成してるから、光りっぱなしなんすね、これ。前積む生成してるなら、まだ、よかったな。これマジ、前積む生成しなかったら、絶望やぞ、これ。絶望的な弱さになるとかやったら、ほんとに。繰り越しして、だもうひたすら繰り越ししてやっていくのが多分一番いいんだろうけど、スキル1だとね、そもそもって感じですよね。あ、1000名の方こんばんです。よかったね。前積む生成なかったらマジで終わってたな。スキル説明にあったっけ、前積む生成。中央消去しか書いてなかったような気がするけど。ちょっとフィーバーインに使うけど。前積む生成あったところで弱いんだけどさ、今のところね、スキル1では。スキルマーでさ、前積む生成のこの数がもし増えるんであったら、もしかしたらワンチャン強いかもしんない。今、現段階だとわかんないですね。スキル1は弱いけど。あ、足りんかった。これ発動数何だったんだろう。多分スキルレベル上がるごとに下がったりするんかな。それか消去数だけ上がるのか、前積む数、前積むの変化数も上がるのかってところが気になりますけど。あー、効果範囲しか書いてない。あー、中央消去しか書いてないですね。じゃあ隠れスキルがあるんですね。クルエラじゃないんですよ。クルエラじゃないんですよ。ジャファー。ジャイロをちょっとやってみましょうか、ジャイロを。あ、間違えた。マイツム変えてね。ごめんなさい。大変失礼しました。5000枚ぐらい損してない。
高得点クレアに変化っていうのは、マイツムが高得点変化になるっていうだけで、マイツムが増えるってことは書いてないですよね。24、ちょっと待って、ジャイロなしでどうか見てみましょうか。あー、ジャイロで増えてるっぽいっすね。ただ自分が言ってた、え、強くない？なんかめっちゃスキル回るんだけど。ちょっと待って、天井高いんかな。天井高いかだけ確認してみようか。スキル1なのに結構回るっすね。あ、やべえ、めっちゃ光。やばい。茶色が下手すぎて。あー、ごめん、ごめんなさい、切れました。これジグザグがさ、本当にランダムなんすね。いや、わからん。普通にやっぱ左に振ってった方がいいような気がする。一番やりやすい、個人的に。あ、でも増えてないな。ジャイロで増えることは間違いないけど、やべえ、増えてない増えてない増えてない。26。もっと傾けた方がいいんかな。いやー、でも結構強いっすね。スキル1にしては結構強いぞ。しかも初見プレイだから、多分伸びしろめちゃくちゃある。意外とね、スキルが回ってるんすよ。意外とね、スキルゲージ繰り越しもできるから、スキル1結構強くない？ジャファー、スキル1きついかなと思ってたけど、思ってた以上に強い。曲かっこよかったっすよね。よし、ハートの女王。これなんて読む、これなんて読む、これ悪辣な暴君ハートの女王って読むかな。ちょっと分からんけど、難しい漢字使ってきますやん。めちゃめちゃかっこよくない？え？めちゃめちゃいいやん、この着せ替え。うわー、この着せ替えめちゃめちゃいいやん。ちょっと YouTube の動画のあの背景とかに使おうかな。クソかっこいいやん。あれ？でもこれ強さうんぬじゃないよ。めちゃめちゃかっこいいやん。なんかこういうのさ、課金要素で増やしてくれりゃいいのにねって思うけどな、マジで。これもさ、あの動画だとさ、
あの横消去の後にさ、上と下消去も増えてたけどさ、スキル1だと全然やん。スキル1だとないっすね。やばいな、この着せ替え。マジでいいな。本当にいいわ。めちゃめちゃいいやん。パステルドナルドみたいなね、あの、3体もう使い回しの着せ替え機能とは訳が違いますね、やっぱ。もうこれ完全にハートの女王に向けたやつなんでね、着せ替えも。まあ、強さ弱えと思うけど、これは最高だな。演出が違う。あー、演出によって消去数があったり、あ、違ったり、分割消去があったりするんだ。で、スキルマンになると、やべえ、演出全然、とりあえずかっこいいことにテンションが上がっちゃってたけど。で、これ運要素もあるんだ。そういうやつか。まさかの運要素も。いや、それならそれで、なおいいっすよね。で、むしろそういう方がいい。これが、あー、これや。めっちゃ飛んだなー、みたいな感じの演出。めっちゃ飛んだなーって時の演出が、あの、分割消去入りなんだ。そういうことや。いや、いいやん。ハートの女王、いいやん。いや、面白いっすよ。このツムはね、その強さ云々じゃなくて、そういうところも、いいっすね。はい、ということで、スキル1はね、これです。